岐阜商都学園大学剣道部部長の武藤穂丸です。今4年生までで部員27人で活動しています。僕たち監督がいないので、自分たちお互いにもうちょっとこうするといいよとかアドバイスをし合って、みんなでコミュニケーション取りながら力が高まっていくように考えてやっています。その2部の大会で絶対優勝して、入れ替え戦に勝って1部に上がるぞっていうモチベーションでやってます。岐阜商都学園短期大学部の金田香穂です。小学校2年生からやってます。お父さんが剣道やってたので、その影響で始めました。男女一緒にやってるんで、男女でも仲良く楽しく練習できているところがいいところです。立った時、一本取った時、団体戦とかでみんなが順番にこうやって、それでなんか勝った時とかすごい嬉しいし、そういうのが好きです。正直すごい最初は負けてたんで、すごい苦しかったんですけど、まずその僕の一つ前の小尾関君がすごいちゃんと繋いでくれたので、その繋いでくれたバトンをしっかり次の代金に繋ごうっていう気持ちを持って、最後まで諦めずにずっとやってたのが、まあ一本繋がって、その結果代金もいい形で流れでいけて格好できたかなって思います。準決勝までもなかなかチームとして、まあ試合ちゃんと流れも考えれて、ちゃんといい試合が全体的にチームとしてできたと思っています。いいチームで、いい仲間で、いい試合が今日はできて本当に良かったと思ってます。やっぱみんなが勝った時はみんなでしっかり喜び合える仲間だと思っておりますので、そこは嬉しいですね。やっぱ大輝は仲間っていうのはもちろんですし、一番近くにいるライバルっていうふうにお互いにそういうふうに思ってて、練習でもやっぱ彼とやるときはすごい力が入ってくる。絶対やっぱ練習でも負けたくないですって思うんで、なんかそういう気持ちでお互いに毎回セッションだって待ち合って高め合えてるのかなっていうのはすごい思って、一緒にすごい頑張れる仲間にすごい出会えたっていうのが、僕の剣道部この入っての財産かなってすごい思います。